はい、ということで皆さん、モコです。ですね、今回、ガチエリアなんですけれども、まあ、私ちょっと、諸事情で、ちょっとまだ、リーグじゃねえわ、レートじゃねえ、腕前がちょっと若干下がっちゃってるんですけど、あまりその辺気にしないでもらって結構です。次回までには、A- までに上げておくので、はい。で、今回は、初心に帰って、このカーボンローラーを、改めてちょっと、なんだろう、自分のものにしていきたいというか、まあ、自分最近その、なんだ、ずっと、ノバレを使ってたんだけれども、まあ、もちろんその、シューターという利点に加えて、やっぱりローラーにできないことってやっぱりいっぱいあるんだけど、なんかやっぱ一つの武器極めずに逃げちゃってる気がしていたんですよね。そういった中で今日はカーボンローラーに終点を当てて、もうこいつで、ちょっと一本でやってみたいなと思っております。はい。では、早速ガチマチの方に潜っていきましょうか。行きましょう。はい、マッチングいたしました。よろしくお願いします。今、ガチエリアのステージのモズクノエンド、マヒマリゾートスパー。これもどっちももう劇的に得意なステージです、僕。エリアで。この二つのマップのエリアも劇的に得意なエリアなんで、はい。もう全部ぶっこんでいこうかなと思ってます。はい。じゃあ早速行きましょう。もう、なんやろね、やっぱその B 隊、低レート隊をやっぱ出し抜いていこうと思ったらもう自分で全て割らなあかん。家事、炊事、洗濯。それら全てやっぱできてこそ、いけるんだよ、こうやって。ほんまにイライラするな。バケツ大嫌い、僕。はい、雑魚。雑魚や。ぬるいんだろ、これ。なるほどね。かわしていくわね、そうやってね。ただ、カウントの減算止まらねえぜ。うわい。まあ、相手だから、スクリューしかないってことやろ？トルネードしかないってことやろ？オッケーオッケー。正直、本当に皆さんに申し訳ない思いばかりさせて思ってんすよ。ぶっちゃけ B 隊の試合なんてつまらんやろ。見てて。へったくそなやつしかおらんし。ね？やっぱ俺も早く S2 に上がって、やっぱ S の激戦って見せていきたいんですけど、そこに置いてあったか。うおっと危ない。なんかね、はい、雑魚！今ちゃんと狙ったわかる？ちゃんと狙ってるわかりました、今のね。だから本当、この芸がないな、お前は。スクリュースラッシャーは、ほんま洗濯機回してるだけの、お前。S とかに行って、やっぱり劇的な試合見せたいんですけど、やっぱりそこ流れができないと、現状正直、俺は本当に申し訳ないと思ってんねん。な？俺はお前らに申し訳ない気持ちがあるんやから、ちょっとは、ね。気を使ってほしいというかね。はい。はい。はい、ザコー、この立ち回りだよ、お前。キル数が多いな、正直。もっとキルが少なくできるはず。しかし、こちらはもう、ペナルティを一切課せられることなく、ここまで来ているんで、で、味方もここで死なないと。うわー、なんで今の死ぬ？まあ、今の、はい、終わり。まあ、正直、一切見どころないね、この試合に。全くもって見どころがない。敵が弱すぎる。はい、マッチングいたしました。ランクス、なんかね、下から3番目にお前は数だって書いてる人がいるんでね。あの人集中狙いしていこうかなと。はい。もずく農園ね、オッケーオッケーオッケー。お前はカスダ君スクールスラッシャー持ってるみたいなんで。バチコン芝居たるか。はい！だからこのカメラアングルがさ、なんかおかしい気がすんねんけど。こう回せへんっていうか、わかる？なんか。こう回したいのになんかね、
はい、ザコーン。バレバレなんだよ。あれ、ちょっと待って、カウントが。いや、これやばい。逃げる。あ、こっち塗られてんのか。なるほど、ちょっと待って、やばい。うわー、まあ、オッケー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 。で、ちょっとスパショは使いたかったけど、正直申し訳ない。オッケー。で、味方がしっかり味方、敵を処理してくれていて、ちょっと何の見どころもない試合ですんませんね、本当に。まずやっぱ腕前を上げないとやっぱ強者とは戦えねえ。もうだからもう、シューター使おうかな、やっぱ。この確保されたらもうしっかり冷静に引き戻していけば OK。はい。オール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 ナイス。なオール、見たか今の手首スナップ効かしたこの回転切り。弱すぎる。強くなりすぎた俺は。もはやこのレッドタイムも相手になんない。相手になんねんだ。いや大丈夫か、これは危ない。まずよーし、よーし。確保しよう。よし、そしたらもう俺がもう全部終わらしてやる。ほら、ほら、そこにもいいんだろ。分かってんだよ全部な。俺はもう誰にも負けねえ。これが無双だ。まあ、ある意味、だから俺の腕前をその、未だに C とか言う人がいるから、まあ、B 体でこんだけ無双できるってことを見せておけば、まあもうそんなやつ黙るでしょ。うん。はい、楽勝。はい、マッチングいたしました。よろしくお願いいたします。結構ね、A の人とかもね、多かったりするんで、この部屋。まあ、ほぼだから、ほぼ A 隊みたいな感じの、まあ、勢いでやっていけたらなと。あ、オレンジ色結構好きなんだよな、俺。オレンジ好きなんですよね、イカの。なんか一番なんか明るいじゃん。一番健康的な色じゃん。なんか青とかって見てるとなんかさ、気分悪くなってくるやつ。もうだからチェイスも来るなよ、もう鬱陶しいわ、気性が悪いわ。せめて角打ちならおかしいよな、あの武器が。チェイスも角打ちっておかしいと思うんやけど。よーし、まさにスナイパー。オッケー。あっ、狙われてる。逆から回るか。あ、倒した誰か。で、もう一気に状況、戦況を変える。この俺の、ボムラッシュ。戦況を変える。来るな、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 来るな。オッケー。よし、この間にちょっと俺、あ、今のごめん、気づかなかったわ。なんか右からね、すごい音がしたんですけどね、ローラーのなんかインクの。気づかなかった。で、あいつボムラちょっと持ってたな。
カーボン、うわーい、カーボンデコってなんかボムラッシュやったっけ。なんか最近カーボンデコ使うやつ多くない？普通のカーボンより。上に投げていく。ここに。うわー、もう本当に鬱陶しいねー。カーボンさー。よし、取っちゃおうか。打っていく。当てていく。当たらない。逃げてんじゃねえよ。まあビビって出てこねえだったらもう、よし、それまでだ。こう着地を同時にね、この打つっていうこのスタンス、もうこれ打たんで、ね、もう行こう行こう行こう、流す。あー、でもこれしっかりさ、分かる、死に際に一人しっかり倒すっていうこのエイムテクニック、いやこれ結構みんな俺評価されるべきやと思うねんけど、しっかりこの相手にも気づいていく。カーボンいる。よーい、今の一方的に倒したよな。てかなんかポイント抜かれそうやねんけど。ナイスナイス。もう一気にこう戦況変える、このボムラッシュでね。危ない。ナイスナイス。あ、やばい。いや、うまくない今ので。後ろから倒していく、あのカーボンをね、裏取りをしていくんですよ、こうやって。あのカーボンに対してもこのしっかり俺がこの、うわーい、なんかカーボンにさ負けちゃダメだよ、やっぱ怠慢で。うん、2回負けても今日すでにこいつに、これダメ。ああ、この1ポイント絶対守りきろうぜ。うわっ、うわっ、え、嘘やろ、嘘やろ、抜かれる、え、抜かれて、もうカーボン、ちょっと待って、俺ボムラ持ってるからさ、こっち来て。カモン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 。あ、なんか後ろにいるの気づかなかった俺。え、みんなどこにいる、みんなどこにいる。もう俺が行く、俺が失った、嘘やろ。うわ、ちょっと待って、俺が2体とも倒すんだ。おすごい、しょうもない、こういう負けは。あー、俺でも見て18キルですよこれ、この試合ね。味方何やってるのってなりません？これ。ああ。18キルしとんねんで、俺。